Welcome to the Gundam Online。 どうも、シルビです。まあ、ちょっと今回はまた例によってテキサスコロニーなんですが、ちょっとね、テンポは一気外してザク 2F 型を入れております。なぜか右側になるっていう、左側にしろよっていう。使い切りましょう。拠点をいただきました。ピンポイントやられたね。よいしょ。溶けてる。これ新しい機体でしょ。スレーブレースでしたっけ。二刀流、いや覚えてない。よいしょ。よいしょよいしょ、行くよ行くよ。こっちをした方がいいね。ふほほ、硬くなってね、みんなね。ゲージ差がすごい。まんまずゲーですからね、完全な。まんまずゲー。インフレは止まらないのだ。負のインフレは。生き残った。使い切ってる感じですね。溶ける。出撃する機体を選択してください。出撃する機体。
マンバズでの基本戦略。これなぜねやれるかっていうとね、全員人がいないんですよね。全員人がいないから自然的に前に出ると 2,3 人に囲まれてしまうっていう。これがジャブローだとそういかないんで、できるんですよ、まだまだ。だからもうどのマップもそういう状態で全員がどんどん維持できないので、前に出る人こそ不毛になるっていう。そんな感じですからね。各部隊攻撃を。今が後期です。二人切ってるはずが切れなかった。G ラインですね。レア機体。ゲージ差がやばい。なぜ、エースをここに置きっぱなしにしとくのか。攻撃されるだけやろが。4取られるよ。日々も入らんよ。これで勝ったと思うな。ロクラのコンピューターが簡単に動きが読めた。忘れてどういうつもりだ。拠点をいただきましょう。すまない、離脱する。だからエースをそういうことすんなって何やってんすか。まあもう今更だけど。ああ。そう、何でもいいんですけど、かわすっていう概念が本当になくなっちゃったんですよね。ロックして長距離から撃つっていう感じですよね。もう本当に、なんか攻撃をかわすっていう概念がなくなってしまった感じです。かすったらこけちゃうんでね。私はそれでもあったんで、何度か最前線でも立ち回れたんですけど、もうこれですからね。ダウンゲー、なんか中国版が出たらしくて、出てるらしくて、ダウン中は無敵らしいですね。なあ、でも中国までよくやってる人がいて、よくやるなって感じですけど、すごいねっていう。昔はだからダウン中無敵だったような、初期はね、アルファテストぐらいの時は、そういう仕様も試してたような気がします。まあ、すべて、なんか、なかったことになりましたけど。うわぁ、なんでこけだし。硬いな。硬すぎじゃないですか。いくらなんでも。硬いっすよー。
敵艦を破壊。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。この程度で被害報告はいらぬぞ。バズーカオンライン。いやー、バズーカといえばジオンの賜物メイン武器だったはずなのに、今となっては。ここ壊れないんですけど、変わってしまったものだ。0080でなんか全部ぶっ壊れた、私の中でね。明らかに別ゲーになっちゃいましたね。教習に何でもかんでもさせちゃうから。立てるかな。なんか回復が来たんですけど、びっくり。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。やらせませんよ。逃げまーす。降りてこねえかな。切れなかったんだ。いよいよそっち側じゃなかったか。チャージ持ち。おお、あー直撃した。そこは立てほしかったな。立ててろって感じですけど、いや本当にミサイルにすぐ持ち帰るのを癖つければいいんですけどね。
ああ食らうのかよ。出た。悲しみですね。俺待ち時間勃発。発生しました。ラーメンタイム。ここで死んだらあと2分でしょ。最短で。いいっすね。うわ、当てったと思ったら空中当てされましたね。溶けてる。あと40秒、結局もう一機こいつみたいな。あー、核もらったー、これは。入りましたね。いやーもうこのゲームどうしようもない感じですね。いや、どうしようもないの。どうしようもない、戦いようがない感じになってきましたね、本当に。本当になんか。いやーどうしようもないですね。どうなっていくの、まあどうにもならないでしょうけどね。看板なる死です。もしくは一部の人がやっていくだけのゲームになるかね。いやコズミック、まああれは初期は私やってたんですよ、ゴズミックブレイクは。同じ路線なんですよ。完全にインフレをするっていうので、弱体化したんだけども、それすっげえ批判来たんで、もし弱体化しませんっていう、になって、もうとにかく強い機体、強い機体を出すっていう方針に変えまして、これ三面から来ますからね、もうガトリングが。それ死ぬわ。どうしようもねえ。どうしようもねえだ。どうすることもできねえだ。このゲームは、もう、医者もサジを投げただーって感じですね。慌てた。うん、まあだけど、コズミックブレイクは続いてるんです、まだ。なぜなら、一部の人がすげえ金を払ってるから。もうそういうゲームになっちゃったんですけど、もう万人からはいいですよ。キャラゲーが好きな人、お金払ってくださいねって言うんで、一人からもう数十万単位で持ってくっていうゲームになってるんで、うん、まあ、ガオンもいずれはそうなっていくんじゃないかなって感じですね。いや、この様子だとね。と思いますな。かろうじてクソラガチャで人がいますけど、これ完全に餌ですからね。餌に釣られてるだけで、その餌ですら釣れなき人が釣れなくなった時も厳しいと思います。まあ新規とノラをね、せめて新規はね、もうちょい厚く厚遇するぐらいなことをしないと厳しいと思いますけどね。まあ新規がいればね、私のようなもうの最後の方の上の方は抜けても新規が入れば循環はするんでいいんですよ。別に上はそれでも、新規の入ってくる、要は上で出てくる人の数よりも新規で入ってくる人の量が多ければいいんですけども、今は、いろいろと そのバランスが保たれていないので結構厳しいんじゃないかなという気はしております。それではですね、厳しいですね。まあ、厳しい試合しかねえ基本っていう、厳しい試合がベースで、で、ある程度、まあ、たまにいい前線ができるみたいな。そういうゲームなんです、今は。そんな感じでございました。厳しいでございます。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。